伊川津貝塚の一位、河津貝塚は、愛知県田原市川津町にある、縄文時代後期から晩期にかけての大規模な貝塚。三河湾に面した、標高2メートルの歴代上に立地し、新名社の境内を中心に、東西約180メートル、南北60メートルの半円形をした、菅谷浅りなどの多い主観貝塚である。1903年に、 大野信太郎によって報告され、大正時代に入ると、小金井義清や鈴木直や大野運内、柴田城へ大仙家氏は、清野賢治などの多くの学者によって、たびたび発掘調査が実施され、これまでに通算して200体弱の人骨が出土した。発掘された人骨の中では日常生活では、考えにくい痕跡を残す人骨もあり、鈴木直は、 縄文人同士の構想や食人風習の可能性を指摘した。また、また条件場を伴う多数の抜歯風習を示す人骨も見つかっているほか、亀缶などの土器や土偶、耳飾り、石刀、石棒、石缶、マガタマや各種の骨格器も出土している。1904年に発見された友善土偶は人種論争を引き起こした有名な資料である。 2008年から2010年、2013年に農業集落排水工事に伴い発掘調査が行われ人骨を14体、犬25体分を検出した。金沢大学の角張高志特任助教授らの研究グループがコペンハーゲン大学を中心とした国際研究チームと共同調査した結果、縄文晩記の成人女性人骨のゲノム配列が 約8000年前の東南アジアラオスとマレーシアの遺跡から出土した個人骨と類似していることが判明している。また、当調査における縄文人の全ゲノム配列の解読は世界初とされる。ありがとうございます。